11番石川海人、12番木田隆明、13番デイビッド・ドブラス、24番佐々木隆成、30番イヴァン・ラベネル。今シーズンのハイスコアです。0番アンドリュー・ランダル、昨日34得点を挙げています。1番中島義文、昨日15得点を挙げています。スピードがあります。バスケットボールカウント、石川パスを出すか、ラベネル決めた。中島受け取って中に入った、カウント、ようやく得点が動きました。ラベネルのスリーポイントシュートは決まりません。中島抜く、抜いていく、決めた。いや素晴らしいですね。あミスが出た、ブレイクする。23番マーベル・ハリス、逆に今のファウルなりませんもんね。ブレイク、23番マーベル・ハリス、圧倒的リードは熊本です。キックアウト、フェイス・ファイ、3番決めた。キラからドブラス、ランドル決めた。ナイスプレーですね、スピンムーブですね。ランダル5秒ランスクルボン、これでいいと思いますね。スリーポイント、ここで点数が取れるので得点は今初めて動いた感じですね。そうですね、スコアはここが初めて動きましたよね。逆サイドからハリス決めた。さあ山形ボールです。今のファウルはなりませんでしたが、アンドリー・ランドル、第4コートは3分経過しました。さあどうだ、決まった。30番イヴァン・ラベネル、グルボー、スリーポイント、プレスをかけます山形、決まった。イヴァン・ラベネル、山形ボール、アンドリュー・ランダル、ダンクシュート、ここで試合終了です。